パラグアイ戦争、パラグアイ戦争、1864年から1870年は、パラグアイとアルゼンチン・ブラジル帝国、ウルグアイの三国同盟軍との間で行われた戦争。ラケンアメリカの歴史の中で最も凄惨な武力衝突となった。三国同盟戦争、対三国同盟戦争が介入したことによる。この海戦には、 アメリリカののののの植民地地支配の歴史や、この地域へのイギリスの経済的関心も、影響している。1810年5月25日の5月革命によるブエノスアイレスの主導権を認めずに1811年に独立したパラグアイは相当フランシア博士の時代からアルゼンチンのメソポタミア地方の分離独立を支持する策を取り続け1820年のエントレー リオス共和国の樹立にも、パラグアイの影響があったと言われている。こうした政策は成功し、1838年には、アルゼンチンのミシオネス州を併合した。1844年に、パラグアイ共和国初代大統領に就任した、フランシア博士の甥い、カルロス・アントニオ・ロペスの解放政策の下で、南米初の義務教育の導入、南米でも早い部類に入る鉄道の導入、 工業化、ヨーロッパへの留学生の派遣、タバコとマテ茶の貿易、そして国土の98%にも及ぶ土地の国有化により、パラグアイはラテンアメリカで最も近代化された国家となり、1862年に彼が死去した時には、常備1万8000、予備4万5000の合わせて6万人にも及ぶ南米最強の軍隊を有していた。カルロス・ロッペスは、 前任者と同じように、アルゼンチンのリトラル3州の分離独立運動を支援し続けたが、これはフアンマヌエルデロサスの怒りを買った。1845年にはロサスはパラグアイトの貿易を停止し、1845年から1846年にかけてアルゼンチン軍と戦闘することになる。アルゼンチンの圧力は跳ねのけたが、1852年にロサスが失脚すると、 今度は、ブラジル帝国からの圧力が強くなってきた。ブラジルは、パラグアイ側の自由航行権をパラグアイに要求し、危うく、パラグアイとの戦争にまでなりかけたが、1858年に、パラグアイがブラジルに自由航行権を認めると一旦、対立は収まった。カルラス・ロペスは1862年、共和国は解決すべき多くの問題を抱えている。しかし、県によらず、 ペンで解決せよ。特にブラジルに関しては、と息子に言い残して死亡した。そして同年、長男のフランシスコ・ソラーノ・ロペスが第二代大,大統領に就任する。こうした状況の中で、ブラジルはウルグアイとパラグアイに対する野心を隠さず、ソラーノ・ロペスの娘とブラジル皇帝の縁談は断られた。一方で、イギリス帝国も南米で唯一、イギリスの自由貿易帝国に。 加えられていないパラグアイを疎ましく思うようになっていた。東方州は1825年から始まったシスプラティーナ戦争の後、と33人の東方人の掲げたアルゼンチンとバンダオリエンタルの統一という目標は、ラプラタ川の両岸をアルゼンチンが単独で報じることを恐れたイギリスの介入によりかなわず、結局東方州は1828年に、 モンテビデオ条約の結果として、アルゼンチンとブラジルの干渉国家、ウルグアイ東方共和国として独立することになった。その後コロラド島とブランコ島の対立が、それぞれに大国の支援を仰ぐことになり、大アルゼンチンを目指して、ウルグアイの併合をもくろんだ、アルゼンチン連邦のフアンマヌエルデロサスが、ブラコ島を支援し、ロサスと敵対していたブラジル帝国、イギリス、フランスが、 コロラド島を支援するという構図の大戦争が勃発した。戦争半ばからはブランコ島が優位だったが、1851年にコロラド島、ブラジルと同盟したの手でモンテビデオを包囲していたブランコ島が破られると大戦争が終わり、翌1852年のでロサスは失脚した。その後コロラド島とブランコ島の巨国一致政権ができるが、これもすぐに崩壊し、 1854年にコロラド島のが大統領に就任したものの、その後もコロラド島とブランコ島の対立が内戦に発達する要素は保っていた。アルゼンチンではフランス、イギリスとの大戦争を戦い抜いたロサスがカセエロスの戦いでブラジル、コロラド島と同盟したエントレリオ州出身の連邦派のカウディージョに敗れると、1852年に ウルキーサがアルゼンチン連合を主催し、1825年以来の中央政府が樹立される。しかし、ブエノスアイレス州はアルゼンチン連合への加入を拒否し、1861年9月に州知事がウルキーサをで破ると、アルゼンチン連合とブエノスアイレス州を合併し、1862年10月には自らその大統領になった。ここに、 アルゼンチン発の国土統一がなったのである。こうして、アルゼンチンの急速な西大化が始まった。自由主義者で、大化主義的な傾向があったミトレは、当時のラテンアメリカの自由主義者の典型例のように、ガウチョやカウディジョやインディオのような、スペイン的なもの、土着的なものを野蛮でを取ったものとみなし、一方で内陸部のカウディジョも、ミトレに対しての反発を抱き、すでに、 ミトレが大統領になる前の1862年2月には、チャーチヨと呼ばれた民衆に、敬まれていたカウディージョが、ダリオハ州から放棄した。チャーチヨは1863年11月に、連邦軍に捕らえられ、処刑されたが、パボンの戦いで敗れたウルキイサは失脚したものの、こうした不満を持つ、連邦派のカウディージョの同僚として、未だに影響力保っていた。 1822年の独立後、ペドロ1世が失脚した後、ペドロ2世が即位すると、各地で起きていた反帝性反乱は終わりを迎え、1845年には、最大の反乱だったリオグランデドスル州の分離独立戦争を終結した。大戦争以後アルゼンチンとの干渉国となっていた、ウルグアイへの影響力拡大は進み、多くのブラジル資本が進出したが、 同様に干渉国だったパラグアイは自律的な発展を遂げていた。ブラジル帝国は内政の一様の安定を背景にパラグアイへの進出を目論み、カルロス・ロッペスの時代には軍事力を背景にパラグアイ側の自由航行権を認めさせる。さらにマットグロッソ付近の係争地において領土要求をパラグアイに突きつけ、次第にパラグアイへの対応は強硬なものになっていった。 大戦争のように、ウルグアイの二大政党がそれぞれアルゼンチン・ブラジルの支援を受けての内戦を繰り広げるという構図はすでに述べたが、1854年に成立したコロラド党の政権は、翌年クーデター崩壊し、1860年には、ブランコ党のベルナルド・ベロ政権が誕生する。これに対してベナンシオ・フロレスは1863年4月に、 アルゼンチンのバルトロメ・ミトレ大統領の支援を受けてウルグアイに侵攻した。ミトレはかつて自分や仲間の自由主義者を追放した憎むべきロサスに支援されていたブランコ島を許せなかったのだ。ブラジルもそれまでの伝統的友好関係からブランコ島がブラジルで牛泥棒をしたことを口実にして1863年12月に公然とコロラド島を支援すると 後が亡くなったブランコ島の政権は1864年3月、ついにパラグアイに助けを求めることになる。ソラノ・ロペスは当初は、この要請を退けようとしたが、次第にブラジル、アルゼンチンの2大国に挟まれて消滅しかかっている。ウルグアイの運命は、明日のパラグアイなのではないかと考えたようだ。こうして、ソラノ・ロペスは1864年8月、 ブランコ島を支援するためには、戦争をもじさない覚悟を、ブラジル講師に伝える。しかし、ブラジルは、パラグアイの警告を無視して1864年10月に、ウルグアイに軍隊を派遣し、コロラド島軍と共に、ブランコ島との戦いに加わった。ブラジルの行動を雑誌できなかったパラグアイは1864年11月、パラグアイ側のブラジル戦、マルケス・ジオリンガを打破し、 パラグアイ戦争が始まるのである。本格的な陸戦は1864年11月にパラグアイ軍がブラジル帝国との競争地域だったマットグロッソ州に侵攻することにより開始された。6 0の兵力で侵攻したパラグアイ軍は翌12月にはブラジルの要少コインブラやコルンバを占領することに成功した。さらには南下して現ウルグア,イアナ、 リオグランデドスル州にまで至り、征服した地域をアルトパラグ愛県として国土に編入する。しかし、ここでソラノ・ロペスの計画に誤算が生じた。ロペスはアルゼンチンの大統領に領土通行権を求め、アルゼンチン反体制派の指導者と密約して、もしアルゼンチンが通行権を認めないなら、ウルキーッサがアルゼンチン連邦派をまとめて、 反乱を起こすことを取り決めていったのだが、この密約がウルキーサに保護にされたのだ。ソラノ・ロペスは、ウルキーサに決起を迫ることを目的に、1865年3月に入るとパラグアイは一万の兵力により、アルゼンチンにも侵攻を開始し、翌4月にはコリエンテスを占領する。しかし、それでもウルキーサは動かなかった。1865年4月、 ウルグアイでも当初ロッペスに内政干渉からの助けを求めたブランコ島のアギレ、政権が崩壊した。コロラド島のがブラジル軍と共にモンテビデオを占領したのだ。アルゼンチン、ブラジルの支援で政権についたコロラド島はパラグアイに宣戦線布告するに至り、1865年5月にはイギリスの監督と影響のもとでアルゼンチン、ブラジル、ウルグアイの三国同盟が結れる。 この時点で当初ロペスが意図したアルゼンチン、ウルグアイの支援を受けてブラジル帝国と戦うという構想は崩れロペスに勝ち目はなくなっていた6月にパラグアイ軍はブラジル南部のリオグランデドス州を経由しウルグアイ軍に迫ったしかし6月11日にパラナ川で行われた水上戦闘においてパラグアイ艦隊は ブラジル艦隊に敗北を喫した。これにより、ウルグアイ軍に迫ったパラグアイ軍は包囲され、降伏するに至った。パラグアイ軍は主力を国内に撤退させるに至った。1866年には、三国同盟軍がパラグアイ国内へ侵攻を開始した。パラグアイ側とパラナ側の合流点にあるパソデリアは、4月に同盟軍が占領した。5月には、 パソデリア北方において、パラグアイ軍2万5000と同盟軍4万5000による大規模な戦闘が行われ、パラグアイ軍が壊滅的な打撃を受けた。ミトレは、この戦争を土着と文明の戦いと見なしたが、この意識は同時に、アルゼンチンの連邦派カウディージョに、パラグアイへの仲間意識を垂らした。ウルキーサが果たさなかった決起を、ウルキーサに代わって果たした。 連邦派のカウディジョの反乱、特にパラグアイ戦争への反対とラテンアメリカ諸国の連合を旗印にしたカタマルカ州のを鎮圧するためにアルゼンチン軍が戦線離脱し、ミトレの任期終了後ウルグアイ軍も離脱すると戦争後半にはほとんどブラジルが単独でパラグアイと戦争するような状況になった。その後も同盟軍はパソデリア北方における パラグアイの要塞を攻撃し、1867年7月には、生まいた要塞を陥落させるに至った。これにより、パラグアイ側が航行可能となり、同盟軍は川沿いに急速に進撃を開始した。軍主力が壊滅している、パラグアイ軍は、老人や子供を動員し、何度も防戦を行ったが、兵力不足により敗北が続いた。遮るもののなくなった。 同盟軍は1869年1月に首都アスンシオンを占領した。ソラノ・ロペスは老人と子供を多く含む市民と共に首都を脱出し、北上した。このパラグアイ人の集団は戦闘を行いつつ、北上を続けたが、1870年3月1日に同盟軍に包囲され、ロペスは戦死し、戦争は終結した。戦争はパラグアイの乾杯に終わった。 開戦前にアルゼンチンのミトレ大統領が3ヶ月で終わると言った戦争は5年にわたり政府軍同士による戦いが終結した後も長期に渡るゲリラ戦が続き捕虜はサンパウロの奴隷市場で売り飛ばされ軍民問わず多数のパラグアイ人が死亡したある推測によると戦争及び戦争中の薬病により開戦前にいた52万5000人ほどのパラグアイ人のうち 21万100 9人しか生き残らなかったと言われている。他の統計もあるが、どれほど少なく見積もっても、この戦争でパラグアイ人の半分以上が死亡したことに変わりないようである。領土もミシオネス州とホルモサ州がアルゼンチンに、東部がブラジルに併合され、領土は戦前の4分の3になった。この戦争で南米におけるプロイセンのような立場だった。 パラグアイの軍事国家としての挑戦は失敗に終わり、パラグアイもイギリスの覇権構造の下に組み込まれることになった。終戦後、パラグアイでは壊滅的に混乱した状況からの立ち直りと成人男子のほとんどを失ったことによる人口分布のアンバランスの解消におよそ半世紀の歳月を費やした。さらに戦後すぐイギリスから巨額の借款が押し付けられ、 経済的には、イギリスとアルゼンチンに従属することになり、戦前パラグアイの農地の98%を占めた、こういう地は、アルゼンチン人に買い取ら、パラグアイにも他のラテンアメリカ諸国と同じような大土地、所有制が導入された。政治的にはブラジルに従属することになり、以後この2国の強い影響を受けることになる。ブラジルは、この戦争で5万人近い死傷者を出した。 前線で戦った兵士は黒人兵が主でありアルゼンチン人の共和思想との接触などの影響もあった。そして戦争で活躍したが軍の主導者となって今日まで続く政治における軍部の影響力の強化が始まる。こうした要素が合わさってブラジルの政治は戦時中から戦争終結後に奴隷制を廃止する方に動き1888年の 黒人奴隷制度の廃止と、それに伴う1889年訂正そのものの終焉につながることになる。この戦争での時価で30万ドルにも達する莫大な戦費をイギリスから借りたため通貨不安発生し、より一層イギリスに対する従属的な姿勢を取ることになった。ウルグアイでは戦後、ブラジル・アルゼンチンによる内政介入は和らぐことになるが、ウルグアイ軍は パラグアイ軍との戦いで大きな損害を受け、パラグアイから得たものは何もなかった。その後もウルグアイは正常不安が続き、20世紀初めにコロライド島からホセバッチェが出てくるまで伝統的な対立は収まらなかった。アルゼンチンは開戦当初にミトレ大統領が目論んだ通りに連邦軍が制度的に確立し、戦時中にブラジルに兵器を輸出することなどもあって、 軍隊の確立など近代化への道をたどり、戦争によってアフリカ系アルゼンチン人などもいなくなっていった。地方のカウディジョの乱も1876年にロペスホルダンを討伐した頃には収束した。ブラジルと同様、莫大な戦費をイギリスから借りたため、より一層イギリスに対する従属的な姿勢を取ることになった。ウルキーサはこの戦争で、 アルゼンチン軍への軍需物資を下ろすことにより、巨万の富をなすが、この行動が仲間の連邦派からの品縮を買い、1870年に連邦派のに暗殺された。この戦争で最も利益を得たのはイギリスだった。イギリスは戦争当時国となったすべての国に借款を与え、アルゼンチンとブラジル、そしてその操り人形に支配されていたウルグアイを通して、 自らは全く手を下さずに南米大陸の奥地で唯一孤立を続けていたパラグアイを下した。こうしてイギリスは第一次世界大戦後にアメリカ合衆国が台頭するまでこの地域における完全な経済的派遣を確立した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。